はい、皆さんこんにちは、ワダニグルフィッシュです。今回ですね、プレイしていくのは信長の野望創造の PS4 版ですね、パワーアップキットをプレイしていきたいと思います。プレイするシナリオ、今回はですね、ダウンロードシナリオの独眼竜立つというシナリオをプレイしていきたいと思います。この独眼竜立つというシナリオなんですが、メインのシナリオになっているのが伊達政宗でのプレイになっていると思います。独眼竜と言われた、伊達政宗、片目をね、子供の頃病気で失ったというのがあって、独眼竜と呼ばれていた、あるいは後世そう呼ばれるようになった伊達政宗で今回はプレイしていきたいと思います。で、シナリオですね、すでに今表示させていただいていますが、こちらはですね、有料のダウンロードシナリオになってまして、すでに購入の上インストールを済ませているので表示されています。簡単に内容をご紹介します。独眼竜立つ、繰り返される戦と偽りの和平、血の飲酒に縛られた欧州で政宗は新たな世を作ろうとしていたと、余人の春が先か海の彼方まで見据えているす、その姿はどこかあの英雄に重なると、だが惜しいかな、生まれるのが遅すぎたということでですね、すでに、この時点でですね、1584年なんですが、信長は本能寺の変1582年で、倒れています。現在はですね、すでに秀吉ですね、羽柴秀吉が、中央政権を牛耳っているという状況ですね。で、関東の北条、そして、徳川ですね、三河を中心とした徳川、そして中央の豊臣で、中国地方は毛利と宇喜多、四国は長宗我部ですね。そして九州は島津が飲み込もうとしているという状況で、この状況で言うとですね、政宗かなり不利な状況になっているというのが現状です。今回はですね、史実では政宗は秀吉の小田原攻めの際に心中を誓ったというふうに言われていますが、あえてですね、秀吉にも逆らっていくと、あくまで天下を狙うというのを見据えてプレイしていきたいと思います。早速始めていきましょう。で、まずですね、各勢力見ていきたいと思うんですが、秀吉、本庄10、兵数5万6千と圧倒的ですね。そして北条、本庄4、兵数は3万と。で、家康、本庄5、兵数3万ですが、武将が67と多いですね。そして毛利、本庄7、武将の数が46で兵数が35,000。そして九州の半分を治めている島津、本庄5、兵数25,000、武将33というところですね。で、今回プレイする、政宗ですが、本庄2、武将22、兵数8,400ということで、かなり不利な状況になってますね。今回はこの政宗でプレイしていきたいと思います。で、最初にざっと今勢力図見た感じだと、政宗かなり不利ではあるものの、周りは小大名が連なっているという状況ですので、まずその小大名、特に、政宗の居城よりも北の部分を早急に制覇して、北側の憂いをなくして一気に南に進攻、北条、徳川、この辺りを飲み込んでいくという作戦でいきたいと思います。早速見ていきましょう。伊達家当主伊達と照宗は突如重臣、一門衆らを自らの居城に呼び集め、集まったか、今日は皆に重大な知らせがあると。本日をもってわしは伊達の家督を政宗に譲り隠居する。なるほど、この時点ではまだ照宗が当主だったんですが、シナリオが始まると政宗に家督が譲られているようですね。あ、義姫、これかなりタイプだな、顔が。狐みたいなちょっとキリッとした顔が好きなんですよね。で、その義姫からですね、照宗は隠居して家督を政宗に譲ると言ったものの、義姫はどうやら反対のようですね。政宗はまだ若年にして未熟、当主など荷が重すぎまする。と、
それに政宗は粗暴が過ぎまする、家臣たちをまとめられないでしょうと言ってますね。伊達小次郎、なるほど。政宗が当主になったなどと聞けば、殿が治め、今は伊達に服している諸将も必ずや騒ぎ出すことでしょう。そうなればこの伊達家は、さてと、この政宗の能力どれほどのものか、まずはちょっと見てみたいですね。さて、定綱、あの男、自分のくだらぬ裏切りが俺に知られていないとでも思っているのかと。確か政宗はまだ10代の頃に家督を譲られたような記憶があります。ちょっと間違ってたらすいません。かなり若年であったことは事実なんですね。なので、まあ、周辺大名から舐められたというとね、ちょっと語弊あるかもしれないですが、まあ多少なりとも軽んじられていたというところはあるかもしれないですね。早速シナリオ、戦国伝一鳥橋の戦いが発生しました。伊達家の当主となった政宗は周囲の反抗心を抑えるため勢力拡大という手段を探る。その中で一つの悲劇が起こる。戦国伝を進めますか。進めましょう。まずは小手森城を包囲すると言ってますね。ご命令ください。小手森城がまずどこにあるかですね。まずは、伊達の城がこの辺りにずらーっと並んでいますね。小手森城がどこにあるかというと、ここが二本松、猪苗城に会津、長谷堂、山形城、どこにあるんだ。城の場所がいまいちわからないぞ。あ、ここですね。耐久2000か。二本松家は敵視しているわけね、こっちを。小手森城をなんとか包囲しなきゃいけないということであれば、早速兵数2700を持って小手森城に進軍しましょう。で、ちょっと兵力が乏しいので、さらに1000の増援を集めましょう。出陣します。で、開発とかもちゃんと今回はやっていかないと、おそらく今までプレイしてきた大名たちみたいにガシガシと力攻めで済むわけではなさそうなので、しっかりとプレイの方はやっていきたいと思います。で、特に注意しなきゃいけないのが外交ですね。どうするかな。まあ、でも今のところは特に外交注意しなきゃいけないですけど、まずは戦国伝を進めていって着実に勢力を伸ばしていきますか。で、鉄砲ですね。御用を受けたまわります。鉄砲を買っていきましょう。さあ、これで進めます。ありがとうございました。いざ戦へ。出陣するぞ。出陣するぞ。したら小手森城に進軍していきます。政宗が2700で、森重ですかね。こちらが1000。これも小手森城に兵を進めます。お任せください。
これがコテモリ城ですね。兵数700、耐久2000、まあ、普通に考えたら落とせる城ですけどね、包囲するということなので。表情を始めましょう。先月の終始です。周辺は怪獣柵を取っていかないといけないですね。怪獣しておきましょう。周辺の黒人衆が味方になってくれるっていうのはかなり兵数の少ない政宗からすると重要な項目になりそうです。戦場へ参る。でここで俺がやろう。戦になったので回戦していきましょう。戦場170、政宗2400ということで、まあ普通に考えたらね、俺がやそのまま攻めていいと思うので攻めていきたいと思うんですが、どうしようかな。守備防御力を上げておきたいので、臨戦をしてさらに生きれない。我に続け。伊達者も使っておきましょう。天下への道突き進むのみよ。我らの攻め変えてみせよ。結構兵数失ったな。2000まで減ってしまいましたね。ちょっと防御を高めるようなそういう戦略戦術があるといいんですけどね。行状を始めましょう。先月の終始です。報告いたします。さあ建設もしっかりやっておかないと後悔することになりますからね。この辺りはしっかりやっておきましょう。でここで労力がなくなりましたので、今度は軍技の方をやっていきましょう。承知しました。で怪獣柵はしておいて、家臣もいいですね。これでコテモリ城を包囲したので一鳥橋の戦いという戦国伝が先に進むはずです。政宗の激しい攻撃によりコテモリ城は瞬く間に陥落。貞綱は防衛を諦め足なけを頼り落ち延びていった。この政宗を穴乗りし、地獄で後悔させてくれると。丹旅、朝旅、なんて読むでしょう、千旅。城内の者を一人残らず撫で切りにせよ。まあ撫で切りってのはいわゆる皆殺しですね。そして、大内貞綱とつながりのあった二本松、義継でいいですかね、は政宗の攻撃を恐れたちまち降伏を申し出ると。なるほど。で政宗は二本松家に対し飲めば滅亡したも同然となる過酷な条件を突きつけた。なるほどね。でこれに照宗に泣きつき仲介を依頼するのであったと。はあ、でこの過激な政宗に対して照宗がまあ多少アドバイス的なことを言うんですかね。で、成光からもまあ進言がありますね。ちょっとやりすぎですよと。でこの二本松家の
一件はテルムネに任せられたというんですが、これが有名な人取り橋での事件へと発展していきます。で、今度は本宮城を支配下に置くということで、人取り橋のね、進めるために本宮城を攻めましょう。で、これが二本松家ですけど、本宮城というのがどこにあるかですね。表情を始めましょう。先月の収支です。報告いたします。で、小手森城に武将を入れておきましょう。この二人を入れておきましょう。で、本宮城がどこにあるかですね、今度は。本宮城が、ここだ、アシナですね。これ、アシナと一戦交えるのか。ちょっと一回、政宗も兵に休めるために、騎乗させて、騎乗します。とりあえず兵力を集めないとアシナと一戦交えるとなるとなかなか厳しそうですね。出陣します。出るぞ。必ずやっ、そうは言ってもあまりもたもたしてると今度は先月の収支です。中央がでかくなりすぎますんで本当に難しいところですけどね。さあ、これで軍議を開いて芦名の本宮城へと進軍していきましょう。出陣するぞ。まずは杉目城に兵を集めましょう。これはもう総力戦と言ってもいいと思いますね。我が戦お見せしましょう。全部の城から兵を集めて出陣します。城攻めにかかりたいと思います。伊達成光が700ってのはちょっともったいないですね。我が戦お見せしましょう。原田総司も500か、ちょっと少ないな。まあでもしょうがないですね。出陣するぞ。我が戦お見せしましょう。これで兵が集まりましたので、ここから一気に城攻めにかかります。ご命令ください。先月の収支です。まずは政宗の2000を動かして、続いて森重、さらには白石。お任せください。お任せください。総力戦ですね。おそらく芦名のこの本宮城を守るために芦名が4つ目の部隊を出してくると思うので、まあそれに耐えうるだけの兵力、全軍を持って潰しにかかりましょう。政策を執り行います。これ伊達家のおそらく独自の政策だと思うんですが、竜騎兵、これちょっとかっこいいんで竜騎兵やろう。みんなに伝えましょう。で、一通りこの辺りもやっておいてですね、そしたら本宮城攻め開始しましょう。なるほど、このまままっすぐ進むと押し込まりました。
かしこまりました。日本から過酷の予定だったんですけど、それがちょっとできないので一部の部隊を迂回させましょう。かしこまりました。でここで戦になりましたので海戦を仕掛けていきます。これもしかするとあれかな、援軍出てこないのかな。本宮城攻め進め。遠藤600だけですね、敵部隊は。で政宗の方はというと兵力全部合わせると3200です、ね、そしたらちょっと兵力温存したいので。かしこまりました。黒人衆に何円出させて、伊達の本軍はここでちょっと待機させましょう。お、これはいいぞ。黒人衆の方に行ったのでここを突きましょう。これがやで、ここで正射をぶちかまします。これが独眼流の戦だ。お任せください。よし、これで伊達の本軍の兵力は一兵も失わずに城から撃って出た部隊を撃滅しましたね。で本宮城を耐久100まで減らせる。もうこれで一気に落とせますね。本宮城待機せよ。取り囲め。助立ちします。ご命令ください。報告いたします。報告いたします。米沢城の回収をします。ここはねもうちょっと面倒なんですけども、しっかりやっておかないと国力が乏しいのでしょうがないですね。密談どっか密談できるようなところあるんだろうか。まあいいでしょう密談は。そしたらですね、この辺りは兵糧の無駄遣いになるので騎乗させましょう。騎乗します。正宗だけいれば十分ですね。戻るぞ。よし、本宮城を支配下に置くのが達成しました。本宮城を制圧した正宗は戦の合間のわずかな時間に、鷹狩りへと出かけていた。これは絶え間なく続いていた戦いによる疲労を癒そうとする周囲の心遣いであり、政宗も束の間の平穏の時間を楽しんでいた。随分と穏やかな表情をするもんだと成光ですね。小十郎も同調してます。そしてここで一鳥橋の事件が発生したようです。殿、一大事にございまする。なんだ想像し、二本松義継が変身、大殿おさらい足投げと逃げ込もうとしておりまする。仲介に出ていた照宗が人質に取られて二本松家から足投げへと連れ去られようとしているというところですね。でこれでどういう決断をしたかというとですね、この人質に、父親を取られた政宗なんですが、急いでその後を追うんですね。そして一鳥橋で追いつきます。こういう状況ですね、まさに。ただ照宗はこの時自分もろとも殺せというわけなんですね。
地を撃て。そして政宗は父上、父テルムネもろとも日本松勢を散々に打ち破ったといいます。留守を打ち抜いた政宗は残った日本松勢もことごとく打ち取った。この一件で政宗は心に深い傷を負うと同時に、乱世を生きる者としての覚悟を胸に刻み込んだのであった。というわけですね。まあこれにはいろいろ諸説あるんですが、というのもですね、この一鳥橋鷹狩りに出ていた政宗がなぜそうも早く鉄砲隊を率いて、父親二本松を追うことができたのかというようなね、ことで、実は政宗陰謀説なんかも学者さんによってはね、そういった説を唱えていること方もいらっしゃるようなんですけども、まあ、とはいえまずは政宗が父親もろとも二本松を、まあ、滅ぼしたというところですね。で続いて日本松城を支配下に置くということで、今大内貞綱600がいますね。ちょうどいいですね。兵を返そうとしていましたけども、これをぶつけましょう。承知いたしました。承知いたしました。承知しました。俺がやろう。でこの二本松をかしこまりました。これ二方向から攻められるので本当にちょうど良かったですね。それではここも兵力を温存するために回線を仕掛けていきます。行くぞ。伊達勢4000ですね。それに対して大内忠綱が139しかないであれば、さっきと同じですね、黒人衆を前面に出させましょう。隠れ一撃全てを込める。承知いたしました。よし、これで敵を、伊達の本軍を失わずにやりまし、倒しまして、待機をさらに100まで減らせましたね。包囲します。そしてシナリオがさらに進むようです。父を失った悲しみを忘れるためか、ひたすらに戦いを続ける政宗のもとに驚くべき知らせが飛び込んできた。日本橋義継を操っていた足投げが反伊達勢力を急合し攻め寄せてくるというのである。こいつは妙だな。敵の足並みが揃いすぎている。今のアシナにそこまでの力があるとは思えない。アシナを背後から操る者がいるようですな。やはりあの男か。なるほど、佐竹ですね。佐竹義重、おそらくはこたびも二本松を助けるため姿を見せるでしょう。まずいな。ただでさえ敵が多いな。あの義重が相手では構わん。二本松を落とす。落とさねば父上が報われぬ。敵の御詰めはどうする。迎え撃つ父の仇を撃つまでは俺は一歩も退けぬ、一歩も進めぬ。なるほど、敵がどれくらいの、兵力で来るかですね。今の伊達の兵力、総動員かけても1万ないですからね。本宮城を1年守るというのが次のシナリオですね。そしたらですね、本宮城を守るためには耐久は100しかないので、まず政宗を本宮城に出しましょう。
で田村家、これ同盟国なので田村家にも兵力を配置しておきましょう。ご命令ください。二本松は落ちると思うので、二本松が落ちた後ですね。まずはこの本宮城に人を入れないと話にならないので、本宮城にどうしようかな、鬼庭下月祭を入れましょう。小次郎はねちょっと傍らに置いておきたいというのがあるので、なかなか回収の成果が上がらず、黒人衆の支持がアシナの勢力圏内など得られないですね。やっぱりよし、二本松は落としましたね。これでで二本松を落としたので、原田総司は一旦騎乗させて兵力を回復させましょう。止まれ。かしこまりました。本宮城は何と島を守らなきゃいけないんですが、このまま行くとちょっと先月の終始です。兵糧が尽きる可能性があるので、非常します。一部の部隊は引き上げさせましょう。非常します。そうですけど、しっかりやっておきたいと思います。で、二本松城にも人を入れなきゃいけないですね。といっても、もう武将の数がねかなり少ないので、やりくりが結構大変なんですけどね。で、ここで敵が攻めてきましたね。敵の兵力、佐竹義重2500か、まあ、勝てるとは思うけどちょっと心配な数ですね。そしたらここで回戦をしていきましょう。佐竹義重2500か、進め。まあ多いですね、数は。白石を側面をつかせるために回り込ませましょう。で、まあ、3棟はというと防御率を上げるために臨戦態勢を取ります。で、さらにですね、ちょっとでも、有利に進めるために矢倉があるところまで移動します。決めます。身動きが取れなくなったか。みんな続け。こっちも建物を使っていきましょう。これが独眼流の戦だ。承知いたしました。
対策まつわる準備をいたしましょう。ここで正射をかけます。我らが戦オフとご覧あれ。続きなさい。みんな続け。ここは一気に乱戦を仕掛けましょう。みんな続け。よし、これで敵を潰せたでしょう。攻め立てろ。政宗もだいぶ兵を失いましたね。でも今の戦いで、そしたらですね、ちょっと城の修復をしておかないと本宮城が危ないけど、できないと。なるほどね、この辺はうまく考えられてますね。そしたら兵をだいぶ失ってしまったので、さっき戻した兵の一部をさらに進軍させないと危ないですね。700、1200、1000を本宮城に差し向けて、政宗は騎乗させます。兵を一旦回復させないとちょっと危ないですね。すぐ出せる兵力があまりないか。表情を始めましょう。ここで開発を行っておきましょう。本宮城も含めて。で、あとはですね、この大崎家はどこに従属してるかっていうと、伊達に従属してくれているんですね。そうするとこの葛西を滅ぼしとくか。葛西、葛西に兵を出兵しましょう。わけでまずは外交で大崎に援軍が頼めるほどには信用を上げときましょうね。ちょっと心配だけど大丈夫かな。米の収穫が入ったので大丈夫そうですね。そしたら出陣をかけていきましょう。兵数が2700か。龍の戦見せてやろう。
労力が足りないと。うん、じゃあこれでいきましょう。ちょっと心配なのがこちらの状況ですね。まあ本宮城はなんとか守りきるしかないので、本宮城は守るとしてですね、対火災の戦線に兵をどれだけ避けるかですね。モノミ家と戦となると停戦を申し込んではどうか。停戦を申し込みましょう。我が戦お見せしましょう。お任せください。さてと、この佐沼城をまずは手っ取り早く落としてしまわないと。加勢します。開戦していきましょう。ただ200か、敵は900。進め。この黒人衆が肝だな。ただこの後援軍が来ますので、援軍に期待するしかないっていうところが実情ですね。行きます。お任せください。敵の援軍か。北斗ご覧あれ。行きます。引け。かしこまりました。ここは引きます。やられるなこれは。行きます。ちょっと兵が少なすぎた。養生を始めましょう。先月の収支です。鉄砲をちょっと買っとかないと。御用を受けたまわります。ありがとうございました。ただ援軍が続々と500ずつぐらいですけど差し向けられてるので、まあなんとかなるでしょうと。ここはなんとしてもね、敵の城の眼前で回線を仕掛けたかったんですけど、ちょっと無理だったか。よし、包囲します。敵の城を落としましたね。そしたら続いてガシガシ攻めていきましょうね。承知。さてというところでですね、ちょっとだいぶ長くなってしまいましたので、今回は一旦ここで終わりにしてですね、次回引き続き一鳥橋の、シナリオを進めつつ、火災も攻めていくということをやっていきたいと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただいた方ありがとうございました。